平野翔のタトゥー風デザインにファン騒然。MV オフショットが色気だだ漏れでヤバすぎる。平野翔インスタライブでファンと交流。仲良しエピソードも満載でファン歓喜。平野翔が2024年8月28日に自身のインスタグラムで公開した、ナンバーアンダーライン愛のファーストフルアルバム、ノーアイのリードトラック、INZM のミュージックビデオ、MV オフショットは、 多くのファンの注目を集めている。オールバックの髪型に顔のタトゥー風のデザイン、そして雨の中を駆け抜けるシーンなど、これまでの彼とは一味違う姿を披露し、SNS 上で多くの反響を呼んでいる。ファンからは、かっこよすぎて倒れる。全部イケチラ化してる、など、絶賛の声が多数寄せられており、その人気の高さを改めて実感させられる。平野翔のカリスマ性は、 そのルックスやパフォーマンスだけでなく、彼のファンに対する思いやりやサービス精神からも感じ取ることができる。特に彼のインスタライブや質問箱でのやり取りは、その温かさとユーモアに満ちており、多くのファンが癒されている。彼の返事は一つ一つが丁寧で、どんな質問にも誠実に答えてくれるところがファンの心をつかんで話さない。例えば、最近行われたインスタライブでは、普段のクールなイメージとはまた異なる。 リラックスした雰囲気でファンと交流し、笑顔を見せる場面が印象的だった。そのライブでは、彼がオフの日にもかかわらず長時間にわたってファンと時間を共有してくれる姿勢が感じられ、多くの人々に感動を与えた。平野翔は、その内面の魅力もまた特筆すべき点である。彼の一貫したファンへの思いやりは、ただ単に、かっこいいというだけでなく、人としての魅力をさらに引き立てている。 実際に、外見はもちろんのこと、彼の性格や行動にもイケメンの要素が溢れている。ファンとの直接の電話や、突然のインスタライブなど、予告なしのサプライズが多い彼は、いつも新しい楽しみを提供し続けている。彼のファンに対するアプローチは非常にパーソナルで、これが彼の大きな魅力の一つでもある。また、彼の最新の MV での演出も、これまでの彼のイメージを一新するものであった。 オールバックにした髪型はこれまでの若々しい印象とは異なり、より大人っぽくダークな魅力を醸し出している。そして顔に描かれたタッゥー風のデザインは視覚的なインパクトが強くファンに新たな驚きを与えた。こうした変化は彼が常に新しい挑戦を恐れないアーティストであることを物語っている。彼の大胆なスタイルの変化や新たなビジュアル・コンセプトの導入は 彼のクリエイティブな側面を強調しているともいえる。さらに、MV の撮影で雨の中を走るシーンは、そのエネルギッシュでダイナミックなパフォーマンスを象徴している。びしょ濡れになりながらも、決してパフォーマンスを崩さない彼の姿勢は、プロフェッショナルとしての彼の姿勢を示している。撮影中のエピソードについても、最高に楽しい撮影でした、と振り返る彼のコメントから、その仕事に対する情熱が感じられる。 彼は常にポジティブで、どんな状況でも全力を尽くすタイプのアーティストである。こうした彼の姿勢は、多くの若者にとっても刺激となり、モチベーションを与える存在となっている。平野翔のこのような姿勢は、彼のファンベースの広さと強さを支えている要因でもある。彼はただのアイドルや俳優ではなく、多くの人々にとっての、インスピレーションや、ヒーローとして位置づけられている。彼のファンは、 彼の成長や変化を一緒に楽しみ、彼の新しい挑戦を応援している。そのため、彼の SNS での投稿やインタラクションが話題になるたびに、ファンたちは一斉に反応し、彼の活動を支える声援を送り続けている。また、彼が所属するナンバーアンダーライン I の他のメンバーとの関係性も注目に値する。神宮寺雄太やガン雄太とのコンビネーションは、 彼らの友情と信頼関係を垣間見ることができるものであり、その絆はファンの間でも非常に人気が高い。特に MV のオフショットで見せる3人の真剣な表情や、リラックスした瞬間は、彼らのチームワークの良さを強調している。こうした彼らの関係性は、グループのパフォーマンスにも良い影響を与えており、その一体感が彼らの強みとも言えるだろう。さらに、彼のファンへのアプローチは、 SNS だけにとどまらない。オフショットの公開や質問箱での交流など、ファンとのコミュニケーションを大切にする彼の姿勢は、彼のプロフェッショナルな一面を感じさせる。どんなに忙しいときでもファンとの時間を持とうとするその姿勢は、彼のファンファーストの考え方を如実に示している。これにより、ファンとの距離が縮まり、より深い絆が生まれていると言える。また、 彼のファンへの対応が優れている理由の一つには、彼の人間らしさも挙げられる。例えば、彼がインスタライブ中に神宮寺雄太やガン太に電話をかけるシーンなどは、ファンにとって非常に親しみやすい瞬間となった。こうした自然体の姿勢は、彼をより身近に感じさせる要素であり、ファンが彼を、ただのアイドルではなく、人として愛する理由の一つでもある。平野翔の魅力は、 これからもさらに進化し続けるだろう。彼の次なる挑戦や新たなステージがどのようなものになるのか、ファンは常に期待と興奮を持って見守っている。そして、彼が見せる新たな顔やスタイルの変化は、いつもファンを驚かせ、魅了している。彼の今後の活動にも大いに期待が寄せられていることは間違いない。平野翔の未来は、すます輝きを増していくだろう。彼の変化と挑戦に対する姿勢は、 エンターテインメント業界の新しい風を吹き込んでいる。彼はただ見た目が美しいだけではなく、パフォーマンスにおいても他の追随を許さない。ダンスのスキルはもちろんのこと、感情を込めた演技力も見る者の,の心を掴んで離さない。これまでの彼のキャリアを振り返ると、一つの役柄に縛られることなく、常に新しい役に挑戦し、自身の幅を広げ続けてきた。それがドラマであれ映画であれ、 彼の演技は多様であり、時に笑いを誘い、時に深い感動を与えてきた。彼の魅力の一つは、その変化に対する大胆さだ。多くのアイドルや俳優が自身の、安全地帯から出ないことを選ぶ中で、平野翔は常に新しい挑戦を選び、リスクを恐れない。その結果、彼のファンは常に新鮮な驚きと感動を味わうことができる。この挑戦心は、 エンターテインメント業界での彼の地位をさらに高めている。例えば、今回の MV での顔のタトゥー風デザインは、従来のアイドルイメージから一歩踏み出したものであり、それが新しい平野紫の一面を強調している。彼の変化を受け入れる度量と、常に成長し続ける姿勢は、多くの若手アーティストにとってもインスピレーションを与える存在となっている。彼の影響力は、国内にとどまらず、 海外にも広がりつつある国際的なファンベースの拡大は、彼がグローバル市場に進出する可能性を示唆している。英語でのコミュニケーションや多文化理解の促進など、彼がこれからどのようにしてその影響力をさらに広げていくのかにも注目が集まる。実際に、彼が異なる文化や言語の壁を越えて、どのようにして自分の表現を広げていくのかは、非常に興味深いテーマである。こうしたグローバル展開は、 彼にとっても新たな挑戦であり、さらなる成長の機会を提供することだろう。一方で、平野翔のファンに対する思いやりと感謝の姿勢は、彼のキャリアの土台を支える重要な要素である。ファンとの交流を大切にし、彼らの声に耳を傾けることは、彼の成功の鍵となっている。ファンミーティングや SNS を通じたコミュニケーション、さらにはインスタライブでのリアルタイムなやり取りなど、 彼のファンファーストの姿勢は他のアーティストにとっても手本となるべきものである。彼のファンへの対応は、単なるアイドル活動を超えた、人と人とのつながりを大切にしていると感じさせる。また、彼の存在がエンターテインメント業界全体に与える影響も無視できない。彼のような多彩なアーティストが登場することで、アイドルや俳優という枠組みそのものが再定義されることになるだろう。従来のアイドル像にとどまらず、 表現者としての幅を広げ続ける彼の姿勢は、多くの後輩たちにも新しい道を示している。芸能界全体が多様化する中で、平野翔のような人物の存在は、次世代のスターたちにとっての道しるべとなる可能性がある。さらに、彼の活動の幅が広がることで、新たなコラボレーションやプロジェクトも期待される。音楽だけでなく、映画や舞台、さらにはアートやファッションなど、 異なるジャンルとの融合が進むことで、彼の才能がさらに多方面に発揮されることが予想される。これからどのような形で彼のクリエイティブな才能が花開いていくのか、その未来は非常に楽しみである。例えば、世界的なアーティストやディレクターとのコラボレーションは、彼の新たな一面を引き出すことになるかもしれない。平野翔は、自身の限界を設けることなく、常に新たな可能性を追求し続ける。 その姿勢は、彼自身の成長だけでなく、彼の周りの人々やファンにとっても大きな影響を与えている。彼がこれからどのような未来を描いていくのか、その過程を見守ることは、ファンにとっても非常に意義深い体験となるだろう。彼の旅路は、エンターテインメントという枠を超え、一つの物語として語り継がれるに違いない。こうして、平野翔はエンターテインメント界の中心で、 ファンと共に新しい歴史を刻み続けている。彼の未来は誰にも予測できないが、その不確実性こそが彼の最大の魅力でもある。何が起こるかわからないからこそ、彼の次の一歩がどれだけ多くの人々を引きつけ、感動させるか、その可能性に期待が高まる。彼はこれからも、その圧倒的な存在感と魅力で、ファンを引きつけ、エンターテインメント業界を新たなステージへと導いていくことだろう。